マータラは、スリランカの南部州、マータラ県の都市である。スリランカの最南端に位置しており、同国最大の都市コロンボからは160キロメートルほどの距離に位置している。マータラ県の県都であり、スリランカの商業における主要なハブの一つである。ベヘラヘナ寺院の新しい仏像、マータラは、歴史的には、ルフナと呼ばれる領域の一部であった。 都市の中央にある寺院は古代の王により建てられたもので、現代ではこの地域における仏教の重要な聖地となっている。16世紀から18世紀にかけて、マータラはポルトガルとオランダの支配下に置かれており、その文化と建築物は今でもマータラに残されている。デウンダラ岬の灯台はオランダにより建てられたもので、スリランカでも最も古く、そして美しい灯台の一つである。 市内にそびえる二つの要塞も、ポルトガルとオランダにより作られたものである。その他のオランダ時代の重要な建物としては、セントマリアチャーチとヌッペジャンクションのマーケットがある。マータラでは、シンハラ人が多数派を占めるが、16世紀から17世紀にかけて、この地にはアラビアから多くのムーア人が交易に訪れており、今日でもその子孫が少数派として居住している。 マータラは2004年12月のスマトラ島沖地震における津波において深刻な被害を受けた。マータラはコロンボから南に向けて海岸沿いを走る鉄道コーストラインが通じている。しかしカタラガマへの延伸が進められており2019年にベリアッタまでの区間2 6トルが開通した。マータラはスリランカの主要な交通のハブであり、 コロンボから南に伸びる A2 ハイウェイもこの都市を走っている。2014年には同じくコロンボ首都圏から南に向かう南部高速道路がマータラまで開通している。ありがとうございます。